ジェームズ、ジミー・マカロックは、スコットランドのグラスゴー出身のミュージシャンである。1974年から1977年まで、ポール・マッカートニーのウィングスのリードギターを務めたことで最も知られている。それ以前、マカロックは、グラスゴーのサイケデリックバンド、ワン・イン・ア・ミリオン、サンダー・クラップ・ニューマン、ストーン・ザ・クローズのメンバーとして活動した。 彼はまた多くのミュージシャンのアルバムに参加し、ジョン・エント・イッスルのウィッスル・ライムでは、ピーター・フランプトンと共に、エプロン・ストリングス、アイ・フィール・ベターでリードギターを演奏した。マカロックはまた、ロジャー・ダルトリーのワン・オブ・ザ・ボーイズにも参加した。彼は、ザ・フーのメンバーや、サンダー・クラップ・ニューマンのメンバーと、大変親しかった。シャドウズのハンク・マービンは11歳の彼をバックアップした。 彼の兄弟、ジャック・マカロックは、ドラム奏者である。マカロックは、スコットランドのダンバートンに生まれ、クライドバンクとカンバーノールドで成長した。ジャンゴ・ラインハルトに刺激を受け、11歳の時にギターを弾き始めた。その年に、ザ・ジェイガーズというサイケデリックバンドを結成し、バンドは後に、ワン・イン・ア・ミリオンと改名した。ワン・イン・ア・ミリオンは、 ザフーの1967年ツアージにサポートを務め、その年にシングル、フレドリック・ハーナンド・ノースモークスをリリースした。2009年にリリースされたコンピレーションダブルサイトではこれらの曲とバンドによるその他の曲を聴くことができる。1967年4月、マカロックはロンドンのアレクサンドラ・パレスで開催された14アワーテクニカラードリームのイベントで、 ターリー・インクレディブル、トゥ・ーロング・ア・ゴ・ツー・リメンバー、サム・タイムズ・シャウティング・アット・ピープルといったバンドのリードギターを務めた。その年、彼は、ワン・イ・ニ・ア・ミリオンのギタリストとして、アッパー・カットや、その他のロンドン市内の会場におけるライブでギターを演奏した。マカロックがその名を知られるようになったのは1969年、ザ・フーのピート・タウンゼントの友人である、アンディ・サンダー・クラップ・ニューマン。 作曲家のジョン、スピーディ、キーンと共にバンド、サンダークラップ・ニューマンを結成した時であった。バンドはその年、タウンゼントのプロデュースによるシングル、サムシング・イン・ジ・エアで7月に英国チャートで1位を獲得した。このヒットでマカロックは英国1位獲得曲で演奏した最年少のギタリストとなった。サンダークラップ・ニューマンはアルバム、ハリウッド・ドリームを発表したが、 シングルの英国1位に続くような成功は得られなかった。バンドは1971年1月から4月中旬までイングランド、スコットランド、オランダ、スカンジナビアでツアーを行い数週間後に解散した。1971年10月、マカロックはジョン・メイ・オールザ・ブルース・ブレイカーズのイギリス及びドイツにおけるライブでギターを担当した。 10月31日、自身のバンド、ベント・フレームがロンドンで、ステージデビューを果たす。バンドは、間もなく、ジミー・マカ・ロックバンドと改名し、1972年2月に、レスリー・ウエストエス・マウンテンのサポートとしてイギリスおよびスコットランドで、ツアーを行った。その時までに彼は、セッションミュージシャンとして、クラウス・フォアマン、ハリー・ニルソン、スティーブ・エリス、 ジョニー・エントーイッスするといったミュージシャンとのセッションに参加している。1972年5月、ストーン・ザ・クローズのギタリスト、レス・ハーベがステージ上の事故で感電死したため、マカロックは6月にハーベーの代わりとして加入する。マカロックはアルバム、アンティンス・パフォーマンス完成のため、サンセット・カウ・ボーイ、グッド・タイム・ガールでギターを演奏した。 ストーン・ザ・クローズは1973年6月に解散した。1973年、マカロックは、ジョン・キーンのアルバム、プリービアス・カンビクションズでギターを演奏した。また、ブルーに加わってギターを演奏したり、ブライアン・ジョゼフ・フリエルのデビューアルバムで、ザ・ファントムの奏でギターを演奏している。1974年1月、マカロックは、 ポール・マッカートニーのウィングスに加入する。マカロック加入後初めて発表された曲はシングル、ジュニアズ・ファームである。マカロックは、ヴィーナス・アンド・マースの、反、ドラッグ・ソング、メディシン・ジャーを作曲し、スピード・オブ・サウンドでも、ワイの順行を作曲した。どちらの曲も彼が、リード・ボーカルを担当している。元ストーン・ザ・クローズのドラマー、コリン・アレンが、 両方の曲の歌詞を担当した。ウィングスでの活動と並行して、マカロックは兄弟のジャック、デーブ・クラークと共に、ホワイトラインを結成した。ホワイトラインは数回のギグを行い、シングル、Call My Name Too Many Miles をリリースした。13曲入りのアルバム、ホワイトラインコンプリートは1994年に、クラークのレーベル、マウスレコードからリリースされた。 ホワイトラインはまた、1976年11月27日に、イギリスのテレビ番組、スーパーソニックに出演している。マカロックはこの他にも、ザカイバー・トライフルズと共に2曲を録音、ロンドンやグラスゴーでのライブにも参加した。1977年には、ロイ・ハーパーの、ブロネミング・ベイスや、リッチ・マーティンの、ブレイチットなどに参加している。 1977年9月にマカロックは、ウィングスを脱退。再結成したスモールフェイセズに加入し、同月に行われたイギリスでのツアーに参加した。アルバム、78インザ・シェードでギターを演奏している。1978年初めにマカロックは、ブライアン・ロバートソン、ジミー・ベイン、ケニー・ジョーンズと共に、ワイルド・ホーセズを結成したが、その春には脱退した。 79年にはザ・デュークスに参加した。彼の最後の曲はハートブレーカーであり、アルバムザ・デュークスに収録されている。メロディックで強く、ブルースで影響を受けたギタリストであったマカロックは、通常ギブソン SG とギブソンレスポールを演奏した。マッカートニーがピアノやアコースティックギターを演奏する場合、彼はベースを演奏した。 1979年9月27日、ロンドン西部にあるメーダ・ベールの自宅で死亡した。死因はヘロインの過剰摂取による心臓発作である。26歳だった。ありがとうございます。